にちは、はるチャンネルのはるなです。今日はですね、私が買って面白いなって思ったものをご紹介したいと思います。それがこちらです。フィリップスのヒューっていうね、電球なんですけど、これね、ただの電球じゃないんですよ。これなんと色味がね、変えれたりとか、スマホから操作ができたりとかして、結構ね、面白いんですよ。生配信をやってた時期があって、それの明かりのね、ライトのためにこれをね、買ってみたんですけど、結構ね、使えるし、普通に家のね、こう天井とかについてるようなライトにこれを変えてもいけます。前は白熱灯、ちょっとオレンジ色のよくある電球ってやつを使ってたんだけど、時代がね、 LED の波が来て LED にしたんですよ。したら LED って白いやつつけるとめっちゃ白いじゃないですか。で、頭痛くなってきて、ちょっとこれはダメだと思ってね、これを見つけて、このヒューのこの電気って白にもなるしオレンジにもなるんですね。で、しかもスマホからも操作できちゃうっていうことで、ちょっとね、一回やってみたいと思います。で、ここにね、ちょっとスマホがここにあるので、これでね、操作したいと思います。で、まずこれ私何もしてなくて、これでやるとかでもなくて、電気をつける、いきます。こっち、ほら、こんな感じです。こんな感じでつきます、電気が。で、スマホでね、このまま操作していきます。これでまず電気のこの暗さをね、こう変えることができるんですよ。こんな感じで変えることができちゃう。そして色味もね、変えれます。例えば真っ白、これ真っ白、真っ白とか、さっきみたいなオレンジ、こんな感じにね、色味が変えられます。で、他にも例えばね、リラックスしたいときはこの色で、勉強したいときはこの色とかね、夜寝るときはこんな感じとか、朝起きたらこれとかね、すごいね、いろいろ変えれるんですよ。で、私が買ったのは白色、白からオレンジに色が変えれるっていうものを買いました。で、これね、カラフルにできるやつっていうのもあって、それはね、ちょっとこの白いやつよりは高いんですけど、カラフル、赤とか青とかに電気がね、できちゃったりとかもします。で、結構ね、色もね、割と自由自在にね、こう好きな色に変えれたりとかするので、色味のね、選択がね、すごい多いっていうのはね、結構気に入ってますね。もちろん明るさもね、こう変えれて、色もめっちゃね、好き放題に変えれてしまうというね、気分によって変えれてしまう、これがね、めちゃくちゃいいところです。で、私はこれをね、配信の画面に映して、こんな感じの色味が見やすいかなとか、ちょっと雰囲気作りたいときはこんな感じの色にしようかなとか思いながら、これをね、使ってやってました。で、ちなみに私はね、この調光と色味が変えれるっていうのしか、まあ、あんまり使ってはいないんですけど、例えば一軒家だったら時間をね、設定とか、時間をランダムに設定とかして、で、家に人がいないのに電気がね、ついたり消えたり、だから家に人がいるみたいに見せるっていうことができたりとかね、あと GPS を使って家に近づいたら玄関の電気を勝手につけてくれたりとかもするみたいで、そういうのもね、すごく便利だなって思いました。私はね、マンションに住んでるから、あんまりね、そういう機能は必要ないかなって思って使ってないんですけど、そういうのもできたりします。で、あと電気消し忘れたとか、電気つけっぱなしだったかもとか思う時も、スマホでね、操作できてしまうので、電気消し忘れとかもないです。そしてもちろん、LED なのでね、全然これずっとつけといても電気代もそう大していかないし、電気がね、切れることもないです。なので、気分に合わせて色も変えれる、調光もできる、そしてね、切れる心配もね、そうそうないということでね、めっちゃおすすめ。これはね、買ってよかったなって思った一つですね。ということでね、今日紹介してみました。はい、ということでね、今日はフィリップスのヒューを紹介しました。よろしければぜひ
チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にも動画たくさん上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。